こんにちは、花山さん。モテる先に幸せがあるのかっていうご質問ですね。答えるのに私はね、ちょっと3つないし4つのキーワードを使っていこうと思います。まずはこれです。モテると書いてるでしょ。モテると書いてますけども、これが矢印引っ張ってどうなるのかちょっと見ていただきたいんですよ。モテるというのはモテるをなすと書きますよね。で、モテるをなす、もてなすですよ。要するにおもてなしなんですよ。モテるってことは、いかに目の前の人におもてなしの精神を提供できるかっていうところで、モテることをなすわけなんですよね。これがもてなすの精神です。おもてなしなんですよ。目の前の人を喜ばして、そしてその人に対して責任を取るってことですけども、じゃあ責任を取るっていうのはどういうことかっていうと、おもてなしって書いてるでしょ。おもてなしの先にもう一つキーワードが来るんですけども、おもてなし、表もないんだけど裏もないってことですよ。表も裏もないと、全部をさらけ出していく、これが責任を取るってことなんですよ。だからある特定の人に対して隠し事をしたりね、騙したりとかね、逃げたりする、まあ今までの話にもありましたけども、それをしてしまうと表もあるし裏もあるわけなんですよ。じゃあそこにですね、幸せが残るのかなっていうところなんですけども、これは隠し事をしても人を裏切っても騙しても幸せだと感じる人もいるでしょうから、まあそういう人もいてもしょうがないかなと思いますけども、どうなんですかね。ビジネスをするほどに精神を際立たせている人っていうのは、きっと表も裏もないことを目指しているんじゃないかなと思うんですよ。ね、よく国会の答弁でもありますけども、記憶にないみたいなね、どっちとも取れるような言い逃れをするようなことをせずに、よくわからないっていうね、ことで逃げてみたりとかね、問題を先延ばしにして、先延ばしにしたことで大きなダメージを自分自身も込みで多くの人に与えるってことをしてしまうのは、まさに幸せには行き着かない裏のある人生、表もある人生、つまりモテをなしていない、だからモテない人ってことになると思います。これはですね、瞬間的に異性からチヤホヤされても、それはモテているってことではなくって、単なる裏を取って表を使い人を欺いているってことなんでね、これは深刻なんじゃないかなと思いますよね。ということで、モテる先に幸せあるのかということですけども、回答はこの4つのキーワードで考えていただきたいかなと思います。モテるとはモテをなすことであり、モテをなすっていうのは目の前の人をおもてなししているかどうかってことです。おもてなしってことは裏もないってことなんですよ。だから全てを隠さずに、きちんと一人一人の人に向き合っていけるかってことが、モテるということのね、幸せに通じるかどうかっていうところに関わってくるんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。